お盆期間中の東海道新幹線の予約状況は去年の3倍以上となっています JR 東海によりますと来月10日から17日のお盆期間中における東海道新幹線の指定席は昨日時点でおよそ73万席の予約が入っていて去年の同じ時期と比べ3倍以上となっています前の年より予約数が増えるのは 新型コロナの感染拡大前の2019年以降3年ぶりです JR 東海では今年はこれまでのところ緊急事態宣言など行動制限がないことから利用者の増加を見越し予約できる座席,席数も去年より30%ほど増やしています東海道新幹線ではお盆期間の下りのピークは11日上りのピークは14日の見通しです